はい、まず最初にチーム名と監督さんの名前をお願いします。はいはい、相川レッドベアーズで監督しております。はい、野村と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。普段の練習場所っていうのは大体どの辺りでされてるんですか？中津第二小っていうところで、はいはい、やっております。はい、ありがとうございます。監督さんに就任されたいきさつを教えていただけますか？いきさつは、はい、自分が、はい、卒団生になりまして、はいはい、息子を入れた時に、はい、就任させてもらいました。はい、ありがとうございます。もう何年ぐらい監督さんやされてるんですか？ジュニアの4年生以下も入れると、はい、5年間になります。はい、この何年かで主だった成績を教えていただけるでしょうか？主だった成績は、はい、まあ相川町の、大会では、はい、春夏、2連覇としております。あ、はい、はい、ありがとうございます。なんかチームでスローガンみたいなのってのは決めてますか？明るく元気に、はい、やっています。はい、月々の部費というのはどのくらい？月2500円になります。泊まりの合宿とかはされてますか？そうですね、前までは、はい、合宿等はしていたんですけども、はい、やっぱコロナもあって、最近はしてないんですけど、基本的には合宿等はしております。はい、練習時間って大体どのくらいされてるでしょうか？朝9時から、大体夕方4時までになります。はい、土日？土日ですね。はい、はい、チーム独特の練習とか、なんかトレーニングとか気をつけてることはなんか？そうですね、はい、まあ、とにかく子どもたちの長所を伸ばすために、はいはい、動きをやっております。はい、ありがとうございます。チーム出身でですね、高校とか大学で活躍されている選手はいらっしゃいますか？はい、過去でもいいんですけども。そうですね、はい、甲子園といった子もいるみたいですけど、最近はちょっといないですけど。はいはい、卒業生でですね、はい、野球続けてるお子さんというのは結構多いんでしょうか？そうですね、かなり続けて草野球等もありますので、うん、はい、続けてる子が多いですね。はい、中学生でね、はい、例えば軟式と硬式分けるとどっちの方にされる？はい、基本的に中学校で野球部がないところが結構多くてですね、はいはい、硬式に行く子が多いです。そうすると続けようとするとやっぱり硬式の方に。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。体験参加なんですけども、はい、子どもたちを集めるのはどういう活動をされてるでしょうか？そうですね、はい、小学校の方にもお願いして、はい、野球教室みたいなことをやったりとか、はい、随時、はい、体験は、はい、やっぱり口コミみたいな感じで。やっぱりそうですね、口コミもそうですし、はい、卒団生の、はい、話も。だいたい人数はいかが、そこはいかが、最近いかがですか？そうですね、はい、今までは結構多かったんですけど、はい、最近やはり野球をする子も少なくなってまして、はい、はい、人数は今探すのが結構辛いところです。監督さんをされて良かったことってのはどういうことなんでしょう？そうですね、はい、やはり勝つ時の喜びがやはり、まあ他の父兄さんとかもそうなんですけども、はい、やっぱ一段と嬉しいなというところがあります。悩んでることとかはいかがでしょう？そうですね、やはり負けたりするときのやっぱ次の課題と、はい、どういう練習でしたらいいかっていうのを考えてます。で、最後の質問になるんですけども、はい、これから監督さんの夢っていうか、どんなチームにしていきたいかとか、なんかそうですね、まあまあ、礼儀等は、はい、もちろんなんですけども、中学行ったらやはり野球は厳しいところの世界になりますので、はいはい、まずは野球が楽しいということをまず位置に置いて野球を続けてもらえたらと思ってます。はい、わかりました。これから試合とかまだ、まだあるんでしょうか？そうですね、はい、次ラスト6年生大会がありますので。大会があるんですね。はい、また、もう今年も12月になりますけども、はい、またこれから今シーズン残ったシーズン頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。